と思いますね。先生、3月11日の東日本大震災により支援を受けました。その支援してくださった方々に頑張っている姿を見せるため、先生で踊ったところです。初めて震災忘れてました。そうか、忘れてたんだ ね初めてだよ。ろくにね、練習もできなかったろうにさ、できなかったのね。かいくんとこ見せたかったな、あーちゃんに ね、うん、あーよく頑張った。危ない相撲だったけども良かったあなたの支援がつないだいくつもの夢があります。ユニセフ。小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。もし周りにいる子どもたちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話してください。世界中からたくさんの励ましや応援、また日本の子どもたちを心配するお手紙が日本ユニセフ協会に届きました。30カ国以上から届いた2000通を超えるお手紙は、すべてユニセフの現地スタッフやボランティアの皆さんのご協力を得て、現地語から日本語に翻訳。お手紙を渡すときには、お手紙を書いてくれたお友達の国がどんな国なのかを勉強する特別授業を行いました。遠く海を越えて届いたお手紙は、子どもたちの未来に夢や希望、友情の種を植えました。Thank you.
風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる、名も知らぬ人は生まれ生きてる。日だまりの子供たち。